ラリルレロキです。こんにちは。どうもキョエです。なんだ。ちょっと待って。どうもキョエです。はい。というわけで本日は心霊スポット動画でございます。イエーイ。そのテンションじゃない。というわけで今日は心霊スポットに来たんですけれど、心霊スポットといえばちょっと山奥にあったり、ちょっと町から外れてるところにあるってイメージ強いじゃん。ね、だけど今日行くスポットはめちゃくちゃ都会。そうや、もうがっつり都会やんの。そう、東京都品川区なんですけど、高級住宅街の中にそびえ立つというか。そんな新スポあるんやね。ここでの、目撃されてる怪奇現象なんですけど、うん、まず一つ目が、女性の霊、白い服を着た女性の霊だったり、動物の霊。動物、そう、トンネル内で引かれてしまった動物がものすごく、あ、霊になるんや。そうっていうのが目撃されてたり、自転車に乗った女の子、大人用の自転車に乗った女の子が車の後ろを追いかけてきた。怖い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 。ずっとずっと、もう、あい、やん、あい、首のないバイクライダーっていう目撃情報が後を絶えない。すぐそこ、そう、あ、こっち、あ、こっちか。来る前にちょっと心霊スポットの下見っていうかインターネットで検索したんですけど、やばい写真あったよね。あれはえぐいね。すぐ上が大きな道路になってるんですけど、そこから飛び降りた人がこのトンネルにこう叩きつけられてると。やばいやばいやばい。写真があって、しかも結構最近らしいの、それが。最近なんやね。2年3年前とか。普段行く心霊スポットってさ、結構30年前、うん、40年前に事件が起きたとか。だから3年前だから。というわけでそこのトンネル内ちょっと歩けるかどうか分かんないんで、まずとりあえず車で、うん、そうやね、一旦車で下見して、してみて。そうだね、通ってみよう。というわけで心霊スポット企画第1弾ですけれども、やっていきましょう。何これ、何これ。この前大阪行った時プライベートで心霊スポット行ったもんね。その時もヤバかったよね。ヤバかった。もしかしたらサブチャンネル、あ、僕作ったんでサブチャンネルで公開するかもしれない。本当に。そんなことはいいんだよ。もうほらここだよ。だってもう色が、うわ、雰囲気が。でもいたって普通だよね、まだ今のところ。そうやね。うわー、でもちょっと老朽化してるね。事故とかやっぱよくあるんかな、これ、うん、先が見えないからか。見えんね。ちょっと暗くない？いや暗いよ、すごい暗い。だって電気ついてないじゃん。ほんと、あ、ほんとやん。なんでだろう。うわ、見て、え、柱。あー、めちゃくちゃ汚い。なるほどね。こんな感じなの、今。車通り少なくない？全然少ない。なんでこんなあるの？この先、走行するレーンにご注意ください。なんかめちゃくちゃ怖かったし、今のナビの声。え、注意くださいって。これだね。え、何今の？これだね。え、何今の？怖いな。トンネルの入り口に到着したので中に入りたいと思います。人通り少なくなるこれ。急に少ないね。壁になってからね。うわー、でも重いかも、ちょっと空気は。確かに。いや確かにこの辺普通の家やね。そうそうなの。それが逆に怖いところなの。それで、よくそういう霊とかが現れるっていう。なんか怖いなこれ。え、だってすっげえ壁に囲まれてるよね。え、なんなん急に。え、ちょっと全然違うやん雰囲気。すごい暗い。暗い。街灯が少ないね。少ない。なんだこれ。フードかぶった男の人とか後ろから来たら、いや、もう無理や、負け。え、だってここ逃げれんくない？逃げれない。後ろ見るのめっちゃ怖いよ。ちょっとトンネル、ここ、あ、ここトンネルの中間地点。ほんとやほんとや。間映してみよう。映してみよう。うわうわやばいね。うわ、これはやばい。怖い。え、おか、ずっと続くやろ。
かどこに。怖い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 。何隣もなんか廃墟っぽいね。あ、待って待って、俺ね、ちょっと怖い怖い怖い、何びっくりした。俺ね、そういや見たわ、トンネルの脇に病院があったらしくて。マジ？多分これなんだよね。それか、これ。ほら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 、ちょっと見える？見える見える。ちょっと待って、これやばいね。凄まじいな、これでかっ。鳥肌やば。ここ来た瞬間の霊。ちょっと待って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 、怖い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 。ちょっと待って待って待って、怖い怖い。有刺鉄線が張られてるってことは誰か入ろうとしたの。だから心霊スポットなんです。あそこすごい怖いね。多分中とかやばいんじゃない。怖いと思う。コロスケじゃん。心霊スポットなり。コロスケやん。どう見てもコロスケやん。ちょっとなんかでもこれよく見たらなんかもうなんかちょっとヘッタクソ。本当にもう時期たつぎや。なんなんこれ。ちょっと中書きはダメなんだけど、中書きするならね。ちゃんと書くだけ。これ何？何これ、なんて書いてある？なんかケチャップ混ぜたみたいな。もうやけくそ。もう行こう。行こう、もう帰ろう。